過度な露出は避けたいのですが、君から見て もちろん分かっておりましたわ。はい、かしこまりました。朝から大胆ですね。君も素敵です。霧は晴れているようですね。道も出ているようです。そろそろ戻りましょう。あまり遅いとうるさい方たちが騒ぎ出してしまいますから。その前に、次にいつできるか分かりませんから、その時までの分を先取りしておきましょう。指揮官。あれ、師匠、どこかに行ってたんですか？昨日どこかの島で何かあったって軽く聞いたけど、遭難だなんて大げさじゃない？どこかで一日遊んでただけでしょ。間もなく完了します。終了次第ご報告いたします。はい、では私たちは出発します。あ、その前に指揮官、少しよろしいですか？一日外泊したそうですね。念のため検査しておきましょう。さくらもこちらへ。特に何もありませんでしたが。それは専門家が判断することです。わからないでしょう。砂に未知の細菌がついていたかもしれません。ですから簡単な検査が必要です。わかりました、お任せいたします。はい、2人とも問題なさそうですね。お二人ともなぜか唇がとっても腫れている以外は特に問題ありません。リップを塗って潤いを保ってくださいね。そうですね。あ、みんなここにいたんだ。そろそろ帰るよ。決まってるでしょ、アークに。まだ写真が撮れていません。じゃあ今適当に撮って、時間がもったいないから。かったるくなってきてさ、ここでいくら楽しく過ごしたってどうせ帰ったら元通りの日常でしょ。虚しいだけじゃん。帰ったらすぐ血生臭い日常が待ってんの。ここにいる意味を感じられなくなったってわけ。ま、そういうこと。おかげで現実を思い出せたけどね。単なる女同士の喧嘩、よくある話でしょ。ロザンナがバイパーを押し倒して携帯が壊れたの、私見たよ。ま、ちょっと、バイパーの携帯ボロボロになっちゃった。それでバイパー部屋から出てこないの。
パー泣いてた。もう写真撮れないって一晩中。だからそんなもんに何の意味が。写真は大切なの、バイパーが言ってた。私たち結局やらなきゃいけないことは変わらないって。でも楽しかったことを忘れないでいればまたそのために頑張れるんだって。私もそう、お肉美味しかった。もっと食べたいから頑張って働くんだ。写真はね、時間を止めるものだってバイパー言ってた。明日の仕事が嫌でも今日の仕事がきつくても昔あったことは変わらないって。だからたくさん写真を撮っておくんだって。撮っておけば自分のものにできるから、それが本当に自分のものになるんだって。だから写真は大事なの。ちょっと待ってて、行ってくる。何それ、いらないよ。同情されてる、最悪。データチップまでは壊れてないでしょ。入れ替えて使いな。いらないって。使いな。いらない。私は人間だった時、組織のヒットマンでね、生き残るために大勢やったよ。いきなり何の話。黙って聞いて。どうにか生き残りたくて、ボスに気に入られるために汚い仕事も引き受けてさ。私は信頼されていろいろ任されるようになった。そうやって自分の居場所を手に入れたの。生き残れるって安心感と、これからもこんな真似を続けるのかって複雑な気持ちになってさ。それで足を洗おうと決めた日に蜂の巣にされたんだ。ボスに裏切られたの。私が裏切るために勢力を伸ばしてるって勝手に勘違いされて、で私はニケになった。アンダーワールドクイーンになって。私が最初に何をしたと思う。もともといた組織を全滅させたんでしょ。そういうのベンデッタとか言ってるんだって。そう、当然よね。その後さ、なんて思ったかわかる。知らない。寂しいな。笑っちゃうでしょ。あそこは私の人生だったからさ。最後はぐちゃぐちゃになっちゃったけど、私の人生は全部そこにあったんだ。それが全部なくなったの。跡形もなく。まあそういうこともあるよね。それからヘッドニアのボスとしてアークの闇を一つずつ消していったわけ。でもある日ふと考えてみたら、私は何かを消してばっかりだった。何一つ残しちゃいない。何が言いたいの。さあね、話はそれだけ。とにかくその携帯はあんたが使って。同情なんかいらないってば。同情？バカじゃないの。同情なんかするわけないでしょ。ただあんたもなんとか生きようとしてるんだって気づかされたから、それを手伝いたくなっただけ。見返りのない善意なんて私らの世界ではそうそうないでしょ。もっといいのを使えばよかったのに。お金はあるんでしょ。余計なこと言わないの。私やっぱりあんたが嫌い。私と同じだね。あんたと私は違う。スタートラインもゴールラインも違うはず。当然ね。多分私らは
永遠にお互いのことなんか分かりっこない。私もそう思う。でも一緒に写真を撮るぐらいはできるよね。まだ手下扱いする気？ついてきな。サーフィン教えてあげる。ボートの運転も。ほら早く来て。お本当気に入らない。怖すぎるからみんな倒さないと。熱くなってまいりましたね。こういうの望んでたんでしょ。私、上手にできた？あれ全部倒したら褒めてくれるよね。これで終わりです。こんなことよっぽどじゃないと言わないんだけど、あんたほんと才能ないね。体を使うのは得意じゃないの。ボートの運転が体を使うなんて今日初めて知ったけど。バカ力だからハンドルの重さが分かんないのかもね。銃よりは軽いでしょ。ただあんたが体の使い方を知らないだけ。どうり？そうなの？私って体の使い方を知らないと思う？ダーリンはよく知ってるでしょ。そういうのいいから早くハンドル握って。もう何時間やってると思ってんの？師匠、口にハエが入りそうですよ。よだれが垂れそうね。島の探索が終了しました。マスタング社長から伝えられた条件で判断した限り、ここは人類の生存が可能な場所と確認できました。あくまで簡易の調査ですが、可能性は十分あるということです。猛毒の虫とか植物とかもないし、フルーツも食べられるものばっかりよ。ラフレシアがちょっとあれなぐらい。水位が上昇しても島全体が水没するほどではありません。もちろん天候による差はあるでしょうが、基本的には安全と言っていいかと。メイデンとギルティから聞きましたが、人類に危険を及ぼすような魚は見かけていないそうです。クラゲも致命的に危険なものはなさそうです。フグの毒にだけ気をつければ問題ないでしょう。それから医療的に有用そうな薬草の植生も見られますね。海の上だし、ラプチャーからも比較的守られてるわね。それから周辺に似たような環境の島が見つかっています。そこまで手を伸ばすことができれば結構な広さになります。完璧ではありませんが、どうにか生きていける水準です。ただ支えられる人口は100人ほどに限定されます。はい、今回のように継続的に探索の成果を上げていくことができれば、
仮にアークが壊滅するという最悪の事態が発生しても希望は残せるでしょう。以上、探索の終了を報告いたします。はい。よし、お仕事終わり。お仕事というよりは観光に近かったですけどね。手を抜いたわけではありませんから問題ないのでは。そうよそうよ。それじゃ何して遊ぼっかな。私に考えがあります。え、何何。皆さんご一緒にピンクのイルカと写真を撮りませんか。ああ、今回の騒ぎの中心ね。でも撮ろうと思って撮れるものなの。ピンクのイルカをおびき寄せる餌があります。これを使えばいいでしょう。ピンクのイルカは一日一回この島の近くを通るみたいね。今日はもういなくなったわ。どうしてそのようなことを。ピンクのイルカを観察していたから。ですからどうしてそれを。君は本当に、いえ、何でもございません。では明日またピンクのイルカが来るまで時間があるようですから。ギルティ、これで何回目ですか。替えのボールももうあまり残っていませんよ。ごめん、力の調節がうまくいかなくて。もう一回いきますね。えい、はっ。困りましたね。何もご存じないようですね。夏のビーチといったらビーチバレーなんですよ。同じ場所にずっと座っていたら体がカチカチになってしまって。体をほぐしてたの。ビーチバレーは無理みたいね。そうですね。スイカ割りをしましょう。スイカを割るんですよ。人の頭とかではなく。そう言ったでしょう。少々不安ですが。じゃあ私は素手でやるから。やっぱり頭を割るつもりでは。何を作っているんですか。建物です。まだ作り始めたばかりですから細かいことは決めておりません。赤い砂だからか変わった雰囲気がありますね。そうでしょ。これなら何を作っても美しくなりそうです。では魔界軍の前線基地といった感じのものをお願いします。魔界軍の前線基地ですか。はい、そういうコンセプトなら赤い砂が似合いそうです。赤い魔界軍の前線基地、これは見逃せませんよ。3倍は丈夫になりそうです。
私には何のことやら。私が教えて差し上げます。待ってください。私が後ろに座って。その場所はあの方の。はい。いえ、何でもありません。腰を落としてバランスをとって。簡単に言わないでよ。じれったいね。ただ立ってればいいんだよ。いい大学に行く方法は勉強することですみたいなこと言わないでくれる。ほらまた来るよ。疲れる。行って。今回はパス。私がボランティアで教えてると思ってる？じゃあ私がやる。うまくできそう。あんたが泳げるボディだっけ？泳げるボディ？何それ。やめときな、死ぬよ。サーフボードは逃げ用だからボードは壊れはしないだろうけど、沈んだらおしまいよ。あ、波が来た。誰か止めて。もうおバカ。面白かった。簡単だし面白いよ。私本当に才能ないかも。あれは規格外なだけでしょ。はい、乾杯。青春ですね。みんなお疲れ様。ことなんてしてないわよ。毎年こんな夏だったらいいのにね。食べたい時に食べて、寝たい時に寝て、ビーチ、太陽、海、くー、最高。ほら乾杯。それはそうと、アニス、お腹にちょっと脂肪がつきましたね。ごめん、顔にかけるつもりはなかったんだけど。それより何言い出すのよ。お肉がついたなんて。そうですね、ここに来た時と比べると確かに。まさか。測ってみましょうか。冗談はやめてよねえ。ラピー、あんまりお腹をじっと見ないで。確認してる。やっぱり太ってる。そんなことないわよね。メアリーの勘違いよね。ね、太くなってるわ。いやに移動します。行こうぜ。はい、かしこまりました。
役立たずは楽園から追放するのみ。王国を脅かす者たち、審判の槍を。残念だったな、ここまでだ。今すぐ昆虫、いえ、集中攻撃の時ですわ。神が望む勝利をもたらすこと、それが王の責務ですわ。目標地点に移動します。行きます。あ、行くですって。あちらではない。もちろん分かっておりましたわ。はい、かしこまりました。行こうぜ。誰か代わりに戦ってくれないかしら。焦りは禁物です。私は貫力マスター、火力マスターだから、バーベキューもお手の物。バーベキューマスター、ネオンネオンネオン。大丈夫？はい、まだいけます。3時間ほど焼き続けてますが大丈夫です。あと少しだけ頑張って。みんな思った以上に食べてるの。はい、美味しそうに召し上がられてますね。ところでアニス、どうして食べないんですか？さっきから焼いてばっかりですよね。私はいらない。ん？ああ、焼きながら匂いを嗅ぎすぎて食欲が落ちてしまいましたか。ではアニスの分だけ特別に秘蔵のレシピで焼いてあげましょう。ううん、ありがとう。でも本当大丈夫だから。ラピ、
アニスが死んでいます。死んではいないわ。お肉は食べない、炭酸水も飲まないアニスなんて死んだようなものですよ。多分言いたくない事情があるのよ。どう？お嬢ちゃんの口に合う？もちろんです。おいしゅうございます。たくさん食べな。いつもどうせ健康的な食事ばっかりで、こういうのを食べる機会なんてないでしょ。カウンターズの皆さんが用意しているのに、なぜロザンナが自慢げなのでしょうか。ヘッドニアの資金提供がありましたからね。ちなみに医療用品もです。他にもいろいろと支援してくださっていますね。マスタング様のお取り計らいと伺っておりましたが。そうだけど、もっと足せばもっと豪華になるでしょ。だから上乗せしたの。あれだけ渋っていた割に裏でそのようなことをされていたのですね。水泳用ボディにサーフボード、もしかして誰より海を楽しみにされていたのでは。まあ組織の品位がとか言いながら、ピンクのイルカを探してた誰かさんと同じくらいじゃない。ま、それで唇の腫れは引いた。ドクター、お嬢ちゃんが急に話せなくなっちゃったみたいよ。まあ唇の腫れがひどくなったせいでしょうか。特製のリップグロスを塗って差し上げますね。パク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 、もっとちょうだい。はい。パク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 、おかわり。はい。パク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 、もっと。ジャッカル、ゆっくり食べたら。やだ、早く食べたい。はいはい、たくさん食べて。あれ、ここにあった串は。それも食べた。野菜もちゃんと食べなきゃ。それはそうね。釣りに行ったよ。ピンクのイルカもいいけど、ホホジロサメと一緒に撮りたいって。さあね、食べてないんじゃないかな。夢中になってる時って食事も忘れたりするでしょ。ダーリンってさ、女たらしの才能あるね。普通はそこまでいちいち気にかけないよ。そう思ってるのはダーリンだけだよ。ここに来てるニケの中でダーリンを単なる仲間って思ってる子なんて一体何人いるかな。狙ってるよ、どう見たって。そういう反応自体が危ないってこと。ダーリンは何気なく心に入ってきてめちゃくちゃにしちゃうの。本当にめちゃくちゃ。心に決めてたことを捨ててもいいと思うくらい。だからダーリン、あんまり誘惑しないでね。涙を流す女の子、一人や二人じゃ済まないよ。しないとは言わないんだね、さすが。
生命界のやり方をご覧に入れましょう。焦りが禁物です。これで終わりです。全然釣れませんね。このままではホホジロザメは釣れないかも、そもそも実在するものなのでしょうか。ギルティ、大丈夫ですか。やはり素手で魚取りは体力が。いいな。みんな仲良しよね。喧嘩して仲直りして笑って騒いで楽しそう。急にどうしたんですか。確かに釣りは静かに物思いにふけるコンテンツですが、いきなり友人の話とは。私はああいう風に友達って呼べるような人がいないの。シンとクエンシーは同じ舞台だけど友達とは呼べないし。他にご友人はいないんですか。うん、私が触ったものは全部壊れちゃう。壊れたものはもう二度と戻ってこない。だから触るのが怖いの。昔はね、壊すのがすごく楽しかったんだ。でも今は別に楽しくないわ。触る方が楽しいのに触れないの。壊れるから。私は壊れませんよ。どうして。あなたより強いですから。じゃあ私と友達になってくれる。そうですね。仕事柄友達を作ることは難しいんです。ですが努力はしてみます。じゃあ友達になりましょう。私たち。その代わりゲームと釣りを覚えてください。そこは問題ないですよね。いいよ。君中央政府で働いてるんでしょう。人違いでは。私は警備スタッフです。そう。私ね、犯罪者だったの。それで手錠をしてるのでしょうね。あのね、もし私がまた悪いことをしたらメイデンが捕まえに来るの。私は警備スタッフなので通報するだけです。メイデンが中央政府の裏のエージェントだったとしたら。そういう設定ということですか。もし中央政府の裏のエージェントだったとしたら捕まえに行くでしょうね。それで本当に逮捕する。逮捕します。中央政府の裏のエージェントたるもの、行使を区別できないといけないでしょうから。いつも冷静沈着でアークのために戦えないといけません。いや、わかりませんね。私にそんなことができるかどうか。ええ、できるでしょうか。じゃあメイデンは
裏のエージェントにはなれないね。そうですね。あれ、なんでしょう、この力は。引きずり込まれそうです。私が手伝う。触ってもいい？もちろんです。これはホホジロザメです。そうに違いありません。うん、きっとそう。これですよ。友情が成立した直後に願いが叶う。ドラマチックな展開なら欠かせないパターンです。よくわからないけど気持ちはわかるわ。引っ張ってください、ギルティ。ホホジロザメと写真を撮らないと。うん。女の友情に男が挟まらないでください。え？あれ？あれ全部倒したら褒めてくれるよね。この勢いで参りましょう。了解。クラーケンですか。以前撃破したはずでは。ラプチャーですから同型がいないとは限りません。それからクラーケンは島に接近してきています。このまま放置した場合、島が襲撃に遭うものと思われます。全部壊れちゃうね。困ったね。まだちゃんとした写真一枚も撮れてないのに。ダメ、それはやだ。あれ倒そうよ。クラーケンはタイラント級のラプチャーです。前回はアドマイヤー号が配備されたのでなんとか勝てましたが、今ここにはボートが一隻あるだけですよ。逃げるしかないのかな。やだ、逃げたくない。私も嫌だよ、ジャッカル。でもどうしようも。戻ったわ。お疲れ様です。どうでしたか？やはりアドマイヤー号なしでは。いいえ、賞賛は十分あると思う。はい。威力偵察の結果、外部の装甲がかなり弱体化していることが判明したわ。うん、タイラント級とは思えないくらいね。金色なので強化版かと思っていたら弱っているようですね。落ちてきたパーツを調べたら金箔みたいに簡単に剥がれてね。湿り気とかぬめり具合からしてただの苔とかプランクトンとかそんなとこでしょう。つまり試す価値はあるということですか？
良いお考えです。島を台無しにされるわけには参りません。写真も撮らずに帰れないよね。準備はいい？あいつを狩るよ。あ、待って、写真のバックアップしとかなきゃ。こんな時に？帰ってこれないかもしれないでしょ。死んだらバックアップする意味あんの？いつか誰かがここで見つけてくれるかもしれないでしょ。そうすれば写真の中で生きてられるから。さっさと済ませな。もう少しだよ。みんな準備して、光線距離に突入。この瞬間が美しく刻まれますように。逃げないで私と一緒に遊びましょう。うんざりする。何か聞こえました？コアを確認。走行に守られてます。私が行くわ。うまくいかない。ああ、ありがとう。あれを狙って爆弾に改造しておいたの。あれ、誰の携帯よ？もちろんロザンナの。はあ、ほんと尺に触るね。少々失礼いたします。君が私の隣にいる限り、私は決して揺るぎません。クラーケン、コア消失。楽勝だったわね。待ってな。停止。少しでも動いていたら当たるところでした。再起動。クラーケン、撃破を確認。あら、お二人ともどうかされました？いや、気のせいかな。何でもありません。ねえ、これどうする？金箔ではないんですよね。持って帰るのも大変そうです。手で運びきれるものじゃないと思うわ。はあ、ビーチの景観が台無しじゃない。どうにか片付けられない？キラキラ光ってかっこよくありませんか？はい、あと20分ほどかと。
黄金のモンスターを倒した勇者みたいじゃありませんか。ちょっと降りてよ、私が日陰になっちゃうでしょ。集合写真だからきちんと立ち位置を決めた方がそれぞれの撮りたいように撮る方がいい写真になるのではありませんか。いい写真？じゃあ一番綺麗に見せるためにどんな手でも使わなきゃ。写真はみんな美しくしとかないとね。うえ、バイパー、これまずい。美味しいわけないでしょ。メイデン、何してるの？ああ、釣り針にクラーケンを引っ掛けてみました。こうすれば私が釣ったように見えませんか。何しろホホジロザメより大物ですし。私も釣り竿を握らせて。構いませんが、力を入れすぎないでくださいね。ただ立ってるだけよ。力が強すぎるんです。お嬢ちゃん、こっち来て。はい、ならず者さん。どうだった？私はわざわざ堅苦しい言葉を選ぶ必要はありませんね。とても良かったです。私も。次はモランも連れてこないとね。仲間もいっぱい連れてきてさ、ここで夏休みを過ごすの。いい考えです。そのためにも早く地上を奪還しなくては。当然よ。ミスター、いいのが取れた？まだフィルムは残っているでしょ。それじゃ存分に撮りましょう。ええ、後悔のないように。目標地点に移動します。行こうぜ。およ、はい、かしこまりました。行こうぜ。
かしこまりました。あちらでは、うん、もちろん分かっておりましたわ。生命界のやり方をご覧に入れましょう。全部噛みちぎって、高速解除っと。今から暴れちゃっていい？しばし背中を預けます。異物と単語は権利、それがことだ。前方に発射。こういうの望んでたんでしょ。私上手にできた？目標地点に移動します。行こうぜ。行きます。あ、行くですって。この桜、役目を全ういたします。リロード。この勢いで参りましょう。あれ全部倒したら褒めてくれるよね。
すぎるからみんな倒さないと。焦りの禁物です。熱くなってまいりましたね。全部噛みちぎってやる。だ、私の愛受け取ってくれる？あそこにいるのを全部倒せばいいんでしょ。しばし背中を預けます。全部噛みちぎって。私の愛、夏の日のこの瞬間が美しく刻まれますように。前方に発射。熱くなってまいりましたね。焦りは禁物です。生命界のやり方をご覧に入れましょう。リロード。これで終わりです。こういうの望んでたんでしょ。私上手にできた？元気があり余ってるの手当たり次第に壊したいわ。脳が壊れてリロード。大したことありませんね。わー、怖い。全部噛みちぎっ。高速解除っと。今から暴れちゃっていい？異物と単語は剣に、それがことだ。私が撃たなくてもバレませんよね。誰か代わりに戦ってくれないかしら。しばし背中を預けます。熱くなってまいりましたね。この勢いで参りましょう。全部噛みちぎって。私の愛、夏の日のこの瞬間が私のものに刻まれますように。覚悟はよろしいですか。ダーリン、見た？全部私が倒したんだよ。誰か代わりに戦ってくれないかしら。この勢いで参りましょう。全部噛みちぎ。高速解除。夏の日のこの瞬間が美しく刻まれますように。私と一緒に遊びましょう。
れ全部噛みちぎればいいんでしょ。全部噛みちぎって。私の愛、夏の日のこの瞬間が美しく刻まれますように。私が打たなくてもバレませんよね。夏の日のこの瞬間が全部に刻まれます。まだ残党がいるんでしょ。その通りです。人数は多くはありません。一周できる戦力差です。じゃ、さっさと静かに片付けよっか。そうしましょう。なあお前ら、海で何して遊んできたんだ。まあいろいろとね。モラン、私たちは遊びに行ったのではありません。遊びに行ったようなもんだろう。何してたんだよ。ああ気になるな。後で写真を見せてあげるから、その時に話も聞かせてあげるし、これ以上ただこねんじゃないよ。お、マジで？たくさん撮れたか？ええ、たくさん撮れました。メイデンです。はい、特に注意事項はありますか？わかりました。ではマスクは外しません。はい、ああはい、悪くありませんでした。今度写真をお見せします。はい、ではすぐに任務に入りますので。はあ、退屈ね。写真でも似合った。バイパー、何見てるの？あの時撮った写真見て、これ、ジャッカルの顔。これ私じゃない。こんな顔しないよ。砂を食べてしょっぱいって言ってた時の顔だよ。あ、そうだ、すっごくしょっぱかった。思い出した。あ、この写真バイパーが拾った巻貝だ。中からカニが飛び出してきて、バイパーが驚いて転んじゃったよね。そうだったね。すごく楽しかった。うん、楽しかったね。ほら、行くよ。今日はこの人から取引のルートを聞き出すの。私が合図するまで飛びかかっちゃダメ。わかった？うん、わかった。トラブルはベリースッキリ片付きましたよ。最新号のアモールテトラはグラビアが評判で、マガジンが言葉通り飛ぶように売れてますね。マイクイーンたちの正体に関する噂は消えました。地上で希少なアニマルを研究しているガールたちということになっています。 No problem、 すぐに忘れられることでしょう。
これからさらに刺激的な話題で上書きしていくつもりです。そうなればマイクイーンたちには何のプロブレムも残りませんね。これくらいどうってことありません。1ゲームですよ。ちょっとしたワークというだけですね。とにかくグッジョブでした。ベリーベリーベリーご苦労様です。おお、それは良かったですね。ベストなメモリーは何でしたか。目標地点に移動します。行こうぜ。え、あちらではない。もちろん分かっておりましたわ。行きます。あ、行くですって。うんざりする。何か聞こえました？はい、かしこまりました。目標地点に移動します。あちらではない。もちろん分かっておりましたわ。はい、かしこまりました。行きます。はい、目標地およ。はい、かしこまりました。あちらではない。もちろん分かっておりましたわ。完璧。早くセットしてみよう。カメラの設定にもう少し気をつけてみて。アシカがかわいそうに見えるのは気のせいだよね。行こうぜ。目標地点に移動します。長い戦いになりますから
しっかり準備しましょう。行きます。あ、行くですって。はい、かしこまりました。取りたいものあった？いい写真、ほんといい感じ。目標地点に移動します。行こうぜ。あちらでは何？私が手伝ってあげる。すごく気に入ったよ。行きます。あ、行くですって。目標地点に移動します。行こうぜ。行きます。あ、ダーリンはどうやって撮りたいの？わー、頑張って撮った甲斐があるね。あちらでは何？もちろん分かって。ダーリンはどうやって撮りたいの？ダーリン上手だね。目標地点に移動します。行こうぜ。撮りたいものあった？いい写真、ほんといい感じ。あちらでは何？もちろん分かっておりましたわ。行きます。あ、行くですって。はい、かしこまりました。私が手伝ってあげる。わー、頑張って撮った甲斐があるね。あちらでは何？もちろん分かっておりましたわ。ダーリンはどうやって撮りたいの？ダーリン上手だね。行きます。あ、行くですって。私が手伝ってあげる。気に入ったよ。はい、かしこまりました。目標地点に移動します。ここいい感じだね。私の勘を信じて。大丈夫、また撮ればいいだけだよ。次はもっといい写真撮ろうね。大丈夫、また撮ればいいだけだよ。次はもっといい写真撮ろうね。カメラの設定にもう少し気をつけてみて。
大丈夫、また取ればいいだけだよ。次はもっといい写真撮ろうね。カメラの設定にもう少し気をつけてみて。この子が持ってるのって貝だよね。こんな大きいの初めて見た。行こうぜ。はい、かしこまりました。あちらではない。撮りたいものあった？すごく気に入ったよ。目標地点に移動します。行きます。私が手伝ってあげる。ダーリン、上手だね。行こうぜ。行きます。特別な写真になりそう。私とジャッカルの写真いいでしょ。ジャッカルの携帯の壁紙これにしちゃおう。あちらではない。もちろん分かっておりましたわ。はい、かしこまりました。ダーリンはどうやって撮りたいの？待って、撮った甲斐があるね。行きます。
行こうぜ。目標地点に移動します。釣りスポット発見。行きます。あ、行くですって。あちらではない。もちろん分かっておりましたわ。はい、かしこまりました。はい、かしこまりました。ここならホホジロザメがいるかも。ただ時間が過ぎて行くだけ。釣れました。勝者メイデン。行こう。はい、目標地点に移動します。こちらではない。もちろん分かっておりましたわ。行きます。あ、行くですって。釣りスポット発見。行きます。あ、行くですって。見ただろう。私も強いけど、仲間たちはもっと強い。行こうぜ。はい、かしこまりました。あちらではない。長い戦いになりますから、しっかり準備しましょう。当然の結果です。釣れました。
行きます。目標地点に移動します。行きます。ここならポポジロザメがいるかも。勝者メイデン。集中しないと。当然の結果です。釣れました。ただ時間が過ぎてゆくだけ。はい、かしこまりました。あちらでは何？長い戦いになりますから、しっかり準備します。行こうぜ。